どうも、高井です。継続しないやる気の落胆は感情のもろさ。成功の法則を実践しようとすると、どうしても継続しないから、心はポキッて折れてしまう。それは、ごく自然なことで、別に、あなたがおかしいわけじゃないんですよ。9割の人にとっては、継続しようとしても、やっぱり楽な方に流れちゃうんですね。そのことを踏まえた上でこちらにまとめましたので、これが読み上げていきます。もしかしたらあなた自身がこれから変わるきっかけになるかもしれません。ぜひともこのまま引き続きご視聴ください。理性心と成功の関係。目の前の欲求を我慢する能力は1960年代と比べてさほど高くなったわけではない。それどころか平均すると人々は我慢が効かなくなり、すぐに快楽を得ようとする欲望はかえって高くなっている。個人としても社会全体としても、人間は予期せぬ事態や老後の生活などに備えて貯蓄するより衝動買いや便利さのためお金を浪費してしまっている。目の前の快楽を優先する傾向がますます強まりつつある。大抵の人は日々の簡単な目標に向かっている時でさえ、その日の約2割は集中できないでいる。忙しかったり疲れたりストレスが溜まったりすることで注意力がさらに散漫になれば、集中できない時間がますます増える。これはつまり、私たちが一生懸命に働いたり、バランスの良い食事をとったり、貯金をしたり、テストや業績評価のための準備をしようとしたりするとき、ほぼ5回に1回は目先でもっと面白い他のことに気を取られて失敗してしまうということだ。人間は相変わらず目先の欲求を抑え、集中力や忍耐力を養成するにあたって大きな問題を抱えている。その原因は自制心の働きに対する考え方に欠陥があるせいだ。簡単には、私たちは全体の半分しか真実を見てないのである。我々は試練や誘惑に対処するにあたって、心理学者は実行機能と呼ぶ記憶、注意、感覚などの回プロセスを管理し、制御する精神の領域を使うよう命じられる。実行機能は人間に計画を立てたり、推論したり、意志の力を利用したりすることで、集中を持続させ、犠牲を受け入れ、長期的願望の実現の妨げとなる感情的な反応を無視したり、抑えたりしている。感情とは対極のある理性と分析に基づく戦略が、成功にとって必要な忍耐力を維持していると一般に信じられている。長い目で見れば、この戦略を利用していると、結局失敗とつながりやすく、心身の健康を損なう確率を高めてしまうのである。誤った選択。理性は善で感情は悪といった一般的な考えは、現実を反映しているとは言えず、誤った選択につながりかねない。精神がテーマになると、感情に関する研究のほとんどは、怒り、性欲、欲望といった短期的な目的と関連する感情ばかりに目を向けてしまうのである。チョコレートケーキをおかわりしたり、給料を衝動買いに使ったり、仕事をサボって映画を見に行ったりといった行為を我慢するのに最も有効な方法は、この中のエグゼクティブが認知手段の軍隊を整列させて、感情が生まれてくる欲望を克服することだと大多数の人は思い込んでいる。その結果、専門家も友人たちも、理性を働かせて貯金をしたり、スポーツジムで体を動かしたりすることに価値があると私たちに助言する。自分や子供がクッキー缶の中に手を突っ込まないようにするため、それ以外のことに気をそらすテクニックを使うように助言したり、必要ならば意志の力によって計画を忠実に実行するように言ってくるのだ。残念ながら、このような戦略を対応したり厳密にやりすぎたりしてしまうと失敗することが多くなる。誘惑に負けないようにするため、頻繁に意志の力や実行機能を使っていると、その効果は徐々に薄れていく。同様に、すぐ手に入れたいという欲求から気をそらすことに基づいた戦略を利用しても、欲しいものが目の前にちらついてくればくるほど誘惑に立ち向かうのは困難となる。やり抜く力の恐ろしい副作用。目標達成のために本質的な脆さを持つ認知戦略に頼ることは、成功の確率を下げるだけでなく、さらに目立たない形で私たちに害を及ぼす恐れがある。一つはストレスを中心としたものだ。認知テクニックの大半は元来強制的な手段であるゆえに、快楽への根源的な欲求に対してそれを起こさないように予防するのではなく、無視したり抑圧しようとする方法を取る。そのため、通常かなりの努力を必要とする。
自分自身と格闘しているような気分に襲われる可能性も高くなる。このように多大な努力と大きなリスクが重なるほどストレスを溜めやすい状況はない。緊張を感じ、一時的な燃え尽き症候群を起こしかねない。こうしたストレスは不快であるだけでなく、学習能力まで妨げてしまうことが分かっている。認知スキルの使用は、ある意味で二歩進んで一歩後退するような言い方なのである。時間が経つにつれ、このようなやり方から生まれるマイナスの影響は致命的にもなり得る。つまり健康を損なう恐れがあるのだ。ここが二つ目の種類の巻き添え被害が現れてくる。一つ目の被害と比べると、多少曖昧なものになってしまうが、厄介であるという点では変わらない。実行機能や理性などに頼る方法は、あるテーマが共有される。それは合理的反社会性だ。心を社会から隔離された場所に置かれた機械のように使えということだ。成功したいならもっと一生懸命、素早く、長い時間、効率的に働きなさいといったぐらいの考えだ。だが人の心はコンピューターではない。そこには社会的存在である主がいる。つまり心は社会的欲求、認知のメカニズムでは無視されているか、あるいは禁じられている欲求を持つ肉体の面倒を見るために進化してきたのである。さらに社会的欲求は本質的に成功とも結びついている。他者とのつながりは忍耐力を高め、成功を促すばかりでなく、より深い充実感を味わったり、失敗してもめげない回復力を養ったりするものである。まずは問題を認識しよう。なぜ人は未来の価値を低く見積もるのか。マシュマロをすぐ1個もらう？それとも我慢して後で2個もらうことにする？マシュマロテストの本質は、誘惑に抵抗する能力を測ることだ。欲望を刺激されながら、時間によって結果の変わるジレンマの状況に置かれる。一見単純に見るこの選択だが、実は最初のご質問に子供が抵抗できるかどうかは、その日やその時々の気分による偶然の選択ではなかったことが分かっている。この選択は、その後の人生に訪れる数多くの誘惑に、子供たちがどのように対処するかを垣間見せてくれる。未来を覗く窓を提供してくれるのである。目の前の欲望を抑えることができた子供は、結局数十年後には二つのマシュマロより、はるかに多くのものを手にすることになったのだ。就学前に誘惑にきちんと抵抗できた子供の方が、誘惑に弱い衝動的な性格の子供よりも成功していた。学校の成績が良かっただけでなく、大学進学適性テストの点数も200点以上高く、結果として一流大学に入学する割合も高かった。強い忍耐力を示した就学前児童は、大人になると付き合いの深い友人を数多く持ち、肥満や麻薬などの依存症になる確率も低かった。強い自制心は老後の資金が多い、あるいは借金が少ないといった形で、金銭面での安定の基礎になっていることが示されてきた。アリとキリギス。この話では全く異なる労働感を持つ二つの生き物にとっての楽しみや仕事について語られている。夏の初めにアリとキリギリスは自分の時間の使い方を決めなくてはならない。勤勉なアリは暑い夏の日差しの中で遊びたいという気持ちを抑えて、数ヶ月先の寒い季節に備え、食べ物を集めて蓄えるためにせっせと働いていた。一方、陽気なキリギリスはアリとは正反対の行動をとり、夏の時間を歌ったり踊ったりする様子だった。暖かい数ヶ月の間は遊んでいても食べ物が豊富にあったからだ。ついに冬の寒さが訪れた時、アリはこの季節を見越して食料を十分に蓄えている。キリギリスの方は怠けていたため、アリにその態度をひどく非難された後、飢え死にしてしまう。この話は、遊びを犠牲にして一生懸命働くことが困難を克服し、成功を確実に手に入れるために必要であることを子供たちに教えるために長い間使えてきた。未成年に関する力学を理解するためのまたとない素材でもある。人の心は目の前の報酬と将来の報酬という異なる価値を常に忙しく見積もっているのである。逆向きの原価償却。政府が税を100ドル還付することにしたと仮定しよう。ここで政府が還付に際して2つの選択肢を提示したとする。無条件ですぐ100ドルをもらうこともできるし、またはこの100ドルを1年後には 400% の利益が保証されている債券に投資することもできる。さあどうする？信じられないかもしれないが、それでもなお大多数の人が1年後の500ドルよりも目の前の100ドルを選ぶのである。おそらくこの債券がこれまでの人生で最も割の投資であるにもかかわらずだ。9割の人は楽な道を選ぶ。割引と自制心とは互いに関連のような課題である。しかしそれを話題にするとき、人々はこうした問題を他人事だと考えてしまう場合が多い。
他人は簡単に誘惑に負けてしまうが、自分はそれほど堕落してないと思いがちなのである。しかし実際は私たちの誰もが楽な道を選んでしまう可能性がかなり高い。研究室で実験を行った際、2つの異なる実験を実施すると告げられる。1つ目は間違い探しで、コンピューターのスクリーン上の絵の中に映っている特定の物体を見つければいいだけだった。この問題はわずか15分程度と時間が短く、大半の参加者が楽しいと思えるものだった。しかしもう1つの実験の方はそれほど楽しくはない。45分の時間を使って難しい論理的問題を解かなければならないのである。どちらの作業に取り組むかを決めるにあたって最も公平な方法はコインを投げることだ。コイントスと同じ役割を果たす乱数装置を参加者に手渡す。部屋に一人で座り、ズルをしても見つからない条件を書かれると、実に参加者の 92% が誘惑に負けてしまったのである。意思の力が失敗を分け、マシュマロテストの研究で子供たちが最も多く利用した戦略は、意思の力を使って感情的反応を抑えることだった。しかしこのやり方は難しい上に頼りにならない場合が多いことが分かった。気をそらすことは時に有効なようであった。子供たちは歌を歌ったり、指先や爪先をいじったり、鼻をつまんだりして他のことに意識を集中することで、おやつを食べるのをある程度待つことができた。またマシュマロを際立った雲のようなあまり美味しくないものだと思い込む再評価という名で知られる戦略にも効果があった。将来喜びが倍になることに気づいた実行機能は、その瞬間最も欲しかったものから視線をそらしたり、その解釈を変えたりするように命じたのである。もちろんこのような戦略は子供だけではなく大人の場合でも有効だ。まず意志の力を使ってすぐに満足感を手に入れたいという熱い欲求を冷ますことなので、さらに意志の力が効かなくなった場合にはプラン B を用意する。店の窓に購買欲をするようなものを置いてあったとしても、そこは目をそらず、そうすれば買いたいという気持ちを起こさずに窓を通り過ぎることができる。一杯のウォッカを肝臓ダメージに一杯の毒物だと評価し直せば、アルコールを減らすという約束がきちんと守れ、これは納得のいく自制心の理論である。一つのより二つの心でいいだよね。異次元間の選択をするとき、人間は一つではなく二つの心を使っている。一つは意識の外で働くことの多い直感的感情的なメカニズムで動かされている心であり、もう一つは意識的な思考によって動く主観的にはより馴染みの深い心である。結果として時間が経つにつれて異なる結果が生まれる選択を突きつけられたときには、必ずこの二つの心が動き始めることになる。退職後の生活に備えての貯金と上司との対決を例に挙げてみよう。今月の年金の掛け金をバカンスに使ってしまえば楽しいだろうし、上司にここは出ていけと言えたらきっと気分が晴れるだろうが、この2つの選択で味わうことのできる快楽は、その時は満足を得られても、おそらくあっという間にその余力が消えてしまうことを私たちは知っている。心の感情的側面も睡眠下でこれと同じ選択肢を比較検討している。人間の決断は感情的要素と非感情的要素に同時に影響されうるし、実際にそうなっている場合が非常に多いということだ。異性に騙される。ほとんどの人が他人を犠牲にして自分は不正なに楽な道を選んでしまう実験では、自制心がいかに機能しなくなるかわかる。大多数の人は罰を逃れることができると確信した場合、自分の道徳規範に逆らってでも短期的な利益を得る道を選んでしまう。今度は参加者に他の人間がインチキするのを目撃させた。仕掛け人がパソコンを使った架空のコイントス装置を利用しようかどうか決めようとしているとき、実験の参加者たちは仕切られた部屋に座ってその模様を隠しカメラを通じて見ている。その間、参加者たちはこの実験の関係者であると信じ込んでいるが、本当の実験は彼らを対象として行われている。仕掛け人が乱数装置を無視して楽しい作業を自分には割り当てた後、実験参加者は仕掛け人の行動に対する評価を記録した。コンピューターから参加者に対して、その人物はどれくらい公平に振る舞っていましたかと質問してみた。自分たちは非の打ち所はないほど立派だとは言えないが、取った行動は許容範囲内であると評価したのである。他の人が全く自分と同じような形で自制心を失っているのを見たときには、それは明らかに非道徳的だと断じたにもかかわらずだ。大半の人は自分にとってほとんどマイナスにならない場合には利己的な行動を取るだけでなく、自分と同じ勝手な振る舞いをした人間に対しては躊躇なく非難するだろうということだ。ほとんどの人は自制心を働かせて道徳規範にきちんと守ることができない上に、最も驚くべきことは自分のやった不正行為は容認するのである。自制心を維持するにあたって認知プロセスに頼る
ることの本質的なしばしも見逃されがちな弱点はよくわかる。目減りしていく報酬。意志の力によって自制心を高めることに成功した場合でも、その効果はある要因によって制限される。それは時間である。使うには多大な労力が必要であり、場合によっては全く逆の効果を生み出しかねない。間を置かずに使い続ければそれだけで失敗の可能性が高まる。実行機能を特定の作業に振り向けることには時間とともに増加する固有のコストがあるからだ。おそらく最も有名であろう例を見ておくことにしよう。ラディッシュ実験である。部屋に通された参加者はテーブルの近くに座るが、その上には焼きたてのクッキーの乗った皿と数個のチョコレート、それにボール一杯のラディッシュが置いてある。研究者はそれらの食べ物を前にもう少しで実験の準備が整うと説明し、一部の人にはスイーツを、それ以外の人はラディッシュを食べてもらうことになると告げる。全員がお腹を空かした状態になるよう、特にお菓子を食べたくなるよう仕向けるため、参加者たちは実験室に来る前の数時間は物を食べないようあらかじめ指示されている。その後研究者は部屋を出て、参加者がこれからどうするかを観察するため隠しカメラで次に何が起こるかを見守った。午後にもおやつグループに入った人たちは嬉しそうにクッキーやチョコレートを味見した。一方ラディッシュのグループは羨ましそうにおやつを眺めつつも指示された通り食べたい欲求を耐えていた。クッキーの匂いを嗅いだ後にラディッシュをかじった参加者はいたものの、嬉しそうな様子は全くなかった。数分後に研究者が戻ってきて参加者を別の部屋に案内するが、そこで参加者はいきなり難解なパズルを解くように命じられる。クッキーを食べるように指示された参加者はこの解けないパズルに平均で約20分間取り組んだ。しかしこの前に意志の力を使っておやつを食べるのを我慢した参加者はその半分の時間も経たないうちにパズルを解くのを諦めてしまった。ちなみにカロリーの摂取によって自制心が保たれるという考え方は科学的に否定されているため、この結果は血糖値の急上昇によるものではない。この調査の結果は誘惑に矢継ぎ早にさらされると意志の力の持つ効果が減退するということを示す。感情の道具箱。感謝は過去での未来のもの。他の人と協力する気持ちになっているとき、感謝は人の価値観を変えてしまう。感謝することによって人間はこれから起こる出来事を良い方向へ持っていこうとして、その瞬間頑張ろうという気持ちにさせてくれる。これは受け身ではなく極めて積極的な状態である。恩送り。贈り物や行為の価値をどのように評価するかがその決め手となる。固定価値はお金や社会的地位などに基づくものではなく、もっと柔軟で親しみのある通貨、すなわち気遣いに基づいて測られている。上司か助手に5分間で使わせたコピー&ペーストの推薦状をもらった時よりも、忙しいスケジュールの合間を縫って恩師が注目してくれた時の方が感謝を念ます。自分のために力を注いでくれたと感じた時、人間は感謝の心を抱き、将来自分もその人のために何かしてあげたいという気持ちが湧いてくる。自分への出資に対してあなたが返そうとするものがお金であれ、時間であれ、労力であれ、感謝の念は長期的に見て有益な人間関係を築き、維持していけるように自分の目の前の利得をさりげなく避けたり退けたりしようとする。感謝を示そうとしないと、あなたのためにわざわざ何かをしてくれた人は侮辱された後受け取りかねない。そして侮辱が重なれば人間関係は破綻する。本音では感謝していなかったとしてもありがとうと言ったり感謝の態度を示すという社会的規範が存在するのである。感謝の真の価値は表現としてのそれのみに存在するわけではない。感謝には行動を形作る力があるのだ。多少独創的なコンピュータープログラムの演出を駆使して、我々は実験室に2人の人物を入れ、隣り合わせの小さく区切れたスペースに座ってもらった。2人のうち1人は実験の参加者で、もう1人は仕掛け人である。次に長い上に退屈になるよう特別に仕込んだコンピューター制御の作業をやってもらった。そして作業の終わりには参加者の作業の得点がコンピューターのモニターに表示され、それを我々は記録するものと思わせておいた。ここでの仕掛けは参加者には知らされていないが、最終得点を計算するまさにその瞬間にコンピューターが故障するようになっていることである。故障の瞬間、参加者は必ず不満の声を漏らしたり悪態をついたりしたため、彼らが苦しんでいることは明らかだった。さらにここで我々は参加者に向かって、残念ながらこの面倒な作業を全てやり直さなければならないと告げる。ほとんどの場合、不平や悪態をさらに大きくさせる宣言である。参加者は自分が困った状況に置かれているのを感じていた。あと20分は手間のかかる退屈な作業を強いられるのである。ここで我々は参加者から感謝をするように仕向ける。立ち上がってその場立ち去ろうとする瞬間、その人人物は立ち止まり、本当の参加者を見て次のように話しかける。あら、これは大変ですね。
私のコンピューターは故障はなかったのに、なぜあなたのはこうなってしまったんでしょうね。仕掛け人は腕時計を眺めて、急いで学内の仕事に駆けつけなければならないのだけど、故障の原因がわかるかどうか見てみましょう。コンピューターは結構得意なんですという。そして仕掛け人はコードとキーボードをいじり出すが、その間にコンピューターを修復するためのカウントダウンを開始するキーを参加者に知られないように密かに叩く。コンピューターが元に戻った時、参加者の顔には感謝の表情が浮かんでいるのが普通である。そしてそれを裏付けるためにその後のに参加者の感情を測定したところ、ほっとした気分の参加者はほぼ例外なくとてもありがたく感じたと報告した。感謝の気持ちでいっぱいの参加者、実験が終わったと思い、実験室で建物の出口に向かう。出口に着く前に、数分前にコンピューターを直すのを助けてくれた人物と必ず出会うようにしておいた。そしてこの時は自分が担当するクラスのプロジェクトに使うデータを集めるふりをしている仕掛け人は、近づいてくる参加者にもしよかったら助けてもらえないかと頼む。仕掛け人はかなりの数の心理テストを誰かにやってもらわなければならないのだ。参加者が承諾した場合、仕掛け人はテストは退屈なものだが、なるべく多くの時間を使って回答してもらえばそれだけ私は助かると言いながら、参加者を部屋に案内して座らせ作業させる。テストが終わったら参加者がやることは回答用紙をフォルダーの中に置くだけだ。重要になるのは、参加者が仕掛け人を助けるために作業しているとき、その努力はその場では誰もにも見られていないということである。参加者のそばに座って監視をしたり、あるいは励ますような眼差しを注いだりする人は誰もいない。感謝を念を抱いた人が仕掛け人を助けるために働いた時間と普段の感情状態の人を比べてみると大きな違いが現れた。感謝の念を抱いた人は自分の恩人を助けるためにより努力をし、普通の人よりも 30% 以上も長くテストのに時間を費やしたのである。感謝の念が深ければ深いほどお返しの作業に対する熱意もと時間も増えていった。大人はマシュマロテスト。実際の金融業界であれば、かつてないほど高利率であるにもかかわらず、1年後の100ドルを捨てて今の10ドル、7ドルを選んだ実験。普通であれば将来の100ドルを諦めて今の17ドルを選ぶところ、感謝を念を抱いている人たちを同じ請求な選択に誘導するには31ドル必要だった。では幸せな気分でいる人はどうだろう。幸福な人の請求さん度合いは普段通りの気持ちの人とほぼ同じで、100ドルを手にするのに1年待つより今18ドル受け取ることを進んで選択していた。ただ気分がいいだけでは忍耐力が強くならないし、ただ昔の感情を呼び起こすだけでは欲望を遠ざけることにはならなかった。感謝の心を培うことが人生や精神を高めると主張するなら、感謝は日常の経験の中で一時的な快力の誘惑を抑えられるかを確認しておくことも重要である。多数の参加者に対してモバイル端末を使って1回につき3週間の検査を述べ1年にわたって実施した。この研究で参加者がやらなきゃならないのは、数種類の異なる感情を1日にどれくらいの頻度でどのくらいの深さで抱いたかを毎日終わりに報告することだけだ。3週間の報告の後、人の請求さを測るのにいつも使っている金銭好みに関する質問に答えてもらった。3週間の間、平均的な人と比べて約 33% 感謝の気持ちの度合いの人が高かった人は、平均的な人と比べて 33% 感謝の気持ちの度合いが低かった人たちと比べてお金に対して倍の自制心を示した。感謝の念を抱くことは将来に多くの報酬を獲得するために待ったり辛抱したりする気持ちを増やすことにかなわないという明確な証拠を与えてくれたのである。思いやりが内面の力や平和を築く。研究チームは蚊の立体画像を作成するソフトウェアを使って、ほとんどが20歳前後である参加者たちの現在の顔をもとに70歳に見える顔の3次元モデルを作り上げた。次にバーチャルリアリティのマイク付きヘッドホンをつけた参加者は仮想の研究者と面談するために部屋に入った。参加者は真向かいの壁にかけられている鏡を見ることになるが、そこには現在の顔か老人になった顔のどちらかが映っている。そのため研究者から人生の目標について質問された時、参加者は20代の青年かまたは高齢となった自分どちらかがそれに答えてくれると感じるようになっている。そして仮想面接の後、参加者は今1000ドル手に入ったら何をするかという質問に答える。未来の自分の姿を見たばかりで老人である自分と密接な関係を築いた人は、そうでなかった人に比べて
1000のうち2倍以上の金を老後の資金に割り当てた。瞑想の道徳性。瞑想に関する最も科学的調査の第一歩は、仏教徒ではなく今まで瞑想を一度も経験したことない人間を募集することから始まった。募集のたった一つの条件は、参加者が本当の初心者であること、つまり以前に全く瞑想の訓練をしていないことである。志願者の名簿できると、我々はその中の半数を無作為に選び、8週間の瞑想訓練をしてもらうことにした。企画するグループも必要だったので、残り半数には補欠やると告げた。瞑想の訓練を本格的なものにするため、ラマソでウィラミラーの助力を得て、定期的に参加者と会って指導をしてもらった。自分が教室にない時もきちんと練習を続けられるように、参加者たちに家での訓練用に作成したビデオも渡した。こうして同じように瞑想に興味を持つ人で構成された2つのグループができた。ただある程度の水準まで本当の訓練を受けたのは片方のグループだけである。参加者は8週間の訓練の割に実験室で認知スキルの検査を受けるものだと思い込んでおり、本当の実験が実は待合室で始まっているとは知る由もなかった。まず参加者が待合室に着くと、そこには3つの椅子がある。あらかじめそのうち2つには仕掛け人が座っている。そのため、それぞれの参加者はテストが実施される実験室に呼ばれるのを待つ間、予想通り残りの椅子に腰をかけることになる。数分が経過したと、割合静かだった待合室に廊下の反対側にあるエレベーターのドアが開く音が聞こえてくる。そこはギブスをした松葉杖の若い女性が現れる。実はこの女性も仕掛け人で、足を引きずりながら廊下を歩き、待合室に入るまで一歩踏み出すごとにわずかに顔をしかめる。そして待合室の椅子が全て塞がっているのを見ると、彼女はやや落胆したような感じで、悲しげな声もなしがな花瓶にもたれかかる。さて、参加者はどうするだろうか。前の8週間に瞑想しなかった人の中で苦しんでいる女性に椅子を譲ろうとした人は、わずか 16% に過ぎなかったのである。椅子を譲らなかった仕掛け人たちには、松葉杖をつった女性を無視するように指示していた。仕掛け人は本を読んだり、携帯をいじったりして、女性には何の注意も払ってないように見せかけていた。しかし、女性の増したため息や辛そうな声は、みんなにしっかりと聞こえていた。このような集団的無関心は、人を助けようとする意欲をとりわけ削いでしまう。他の誰もが困っている人に手を差し伸べようとしない状況で、なぜ自分があえてそうしなければならないのか。これは傍観者効果という名で知られる、ひどく困った現象である。しかし、瞑想を経験した人を調べてみると、これとは全く異なる展開が起きた。彼らは8週間にわたる瞑想の訓練によって思いやりを抱き、自分の快適さを犠牲にして痛みに顔を歪めている女性を助ける割合は3倍以上、実に 50% の増加となった。ご無事を祈ります。怒りと合意性は、それはどれほど下品に見えたとしても、一部の目的に使えるに違いないし、実際に役にも立つ。脅しや暴力はとりわけ短い間なら、目標を到達するための効果的手段となる可能性がある。実験室の枠の中で人を怒らせる方法。まず、参加者を部屋に招き、5分間で複数の簡単な数分のもので特技を伝える。解いた数に応じて参加者がもらえる賞金が増える。部屋の中には嘘をつく役を与えられた仕掛け人が1人混じっている。全員が懸命に取り組む中で、数分が経った時、仕掛け人が立ち上がって問題を全て解いたと宣告する。時間からして明らかに不可能な早業だ。しかし、参加者たちは解いた問題の数に見合う賞金を受け取る前に、名前の書いていない回答用紙をゴミ箱に入れるよう指示されていた。だから仕掛け人はズルをしたことがバレる恐れもなく、不当な額のお金を獲得することができる。理屈の上では解いた問題の数を確認することは誰にもできないのである。実は回答用紙には秘密のコードが埋め込まれており、本当に解いた数とお金をもらうために解いた数を報告した数を後で確認することができるのだが、このことを参加者には知らせていない。同じ作業において誰かがインチキをしたのを目撃するという単純な出来事によって、他の人間も同じことをする可能性が上昇した。しかし、今回の実験の場合、必要なのは参加者にインチキさせることではなく、誰かを攻撃させることだった。反則者を罰したいという人間の基本的な欲求を利用するために、設定に2つの微調整を加えた。まず、仕掛け人がインチキするのを目撃する前に、参加者たちが自分の解いた問題の数を報告しなければならないようにした。全20問のうち参加者が解いたのは平均して約5問だった。また誰もインチキしていない上に、周りの人に自分の行動を見られる状況にあったであるため、参加者は自分の成果を極めて真面目に報告する傾向があった。そして最後の1人が解いた問題の数を報告する直前に、研究者はお金を取りに行くと言って少しの間わざと部屋を離れる。研究者が部屋を出た直後、仕掛け人は立ち上がって回答用紙をシュレッダーにかけ、研究者が部屋に戻るのを待つ。
そして研究者が戻ってくると仕掛け人は得意げに20問全部解けたと報告し、あなたに余計な手間をかけさせたくなかったので問題用紙はもうシルエットにかけてしまったと告げる。仕掛け人のこの発言は一応筋が通っている。だが少し唖然とした様子の研究者を含め、その場にいる全員が20問全て終わらせるのはほとんど不可能に近いことを知っている。問題用紙はすでにシルエットにかけられていて、仕掛け人に嘘をついた証拠はないため、研究者は不当に高い金額を仕掛け人に渡すほかない。参加者ができることは腹渡りに行くからせることぐらいだった。参加者たちには部屋を離れる前にもう一つやらなければならない作業が残されている。味覚に関連した実験と称した作業である。参加者にはお互いが味見するサンプルを調合する機会が与えられる。それは瓶から小さなサンプルカップに液体を注ぐだけで簡単な作業だ。カップに注いだ液体は全て自分以外の参加者の人の口に入り、味覚の鋭敏さを評価するように使用される。ここでは実験の設計上、参加者全員がズルをしたばかりの男のサンプルを調合する役に選ばれたと思い込むようになっている。彼らがカップに注ぐようになる液体は、ズルをした男の辛みに関する鋭敏さを評価するものだった。参加者の目の前には、高いスコブル値、すなわち激辛であることを警告するラベルが貼られていた。いかにも過激な感じのホットソースの瓶が置かれている。普通の状況、注がれるソースの量は控えめで、平均約 2g であった。しかし、インチキをした男に注がれた場合、ソースの量はその4倍に増えたのである。最後にもう一ひねり加えた実験を行った。このバージョンでは2人の仕掛け人を使った。1人は前と同じくインチキをするが、もう一人は参加者たちに思いやりの気持ちを抱かせる役割を担う。最初の仕掛け人がインチキをして、本当の参加者がそちらに気を取られている間に、彼女はこっそり塩水の雫を目に刺す。そして、すり泣きを始めた後、突然小さなおやつを漏らす。ここで研究者は彼女に歩み寄り、大丈夫かねと尋ねる。すると彼女は次のように言う。いえ、数日前兄がガンだと分かったんです。取り乱してごめんなさい。週末までに兄に会うために家に戻るかできないんですが、もう本当に動揺してしまって。この時点で研究者は彼女を実験から解放する。そしてこの場面を目撃したことで、参加者で共感と思いやりの感情を呼び起こされる。この短い中断だと実験はいつも通りに進行し、次にインチキした男を罰するチャンスが訪れる。参加者たちは相変わらずインチキした男にひどく怒っていた。だがそれでも男を傷つけることはしなかったのである。彼らが添えたホットソースの量はインチキしなかった人に対する量と大差なかった。彼らから攻撃性は消えていたのである。思いやりの気持ちの高まりは、それは他の人間に向かえたものであったにもかかわらず、暴力をエスカレートするされるのを防ぐのに十分な力となり、結果として未来の利益となる方向に働いたのである。攻撃性や人を非難しやすい性格は、長い目で見たとき本人の成功の可能性を制限するだけでなく、その人が属する集団にまで同じマイナスの効果を及ぼすことを研究によって明らかにした。参加者はランダムに他の人とペアになるコンピューターゲームを何度もプレイした。それぞれの会話において参加者は協力する、騙す、罰するのいずれかを選択できる。協力するを選んだ場合、最初に多少のお金を投資する必要があるが、相手も協力するを選んでいれば後で大きな報酬を手に入れることができる。それぞれのプレイヤーが1ドルを投資し、双方とも協力を選んだなら、2人はそれぞれ2ドルを受け取ることができる。騙すは全くお金を投資しない。相手から1ドルを騙し取ることを意味する。そのため、双方とも騙すを選んだ場合、利益は得られない。そして最後の罰するは1ドルを支払い。もし相手が騙したなら、4ドル奪い取るようにすることである。個人としても集団としても最高の結果が出るのは、攻撃的な行動を取らなかった場合であった。勝者は人を罰しない。結果として彼らは平均的に常に他人を罰し続けた人の2倍の利益を獲得した。他人を攻撃するのではなく、むしろ彼らが自ら過ちに気づくを助けようとする気持ちが、長期的に見て最大の利益を生み出すということである。許して忘れて反映せよ。他人のために自分のを犠牲にするのを厭わなくする、その力が未来の自分を助けるのにも使える。共通試験の成績に関する研究を実施するために100人以上の学生を募集して、大学院入学時に使われる共通試験の言語能力分野から選んだ2組の問題を解かせた。参加者が最初に1組目のテストを終えた後、回答集を配って自己採点できるようにした。とりわけ難しい問題を選んだため平均正答率は 40% ととどまった。次のテストではもっと良い成績を取りたいと皆が思っていた。ここで参加者に学習教材を提供する。そして勉強開始する直前、
この時点で思い入れの要素が働き始める。まず学生の3分の1は今受けたような難しいテストで苦戦するのは当たり前のことだから自分はあまり責めないようにというメッセージを受け取る。そして次の3分の1の学生にはバークレー校に入学できる時点であなた方は優秀なのは証明されているのだから自己嫌悪に陥らないようにと告げられる。そして残り3分の1には何のメッセージも与えない。最初のテストにおける波以下の成績を理解と許しを持って受け入れるよう指導された学生たちは他の2つの集団に比べてその後で勉強する時間が 30% 長かった。勉強する時間の増加は次の試験の成績に大きな影響を与える要因となった。将来十分な見返りがあるという希望を与えることで今勉強に時間を当てるという代償を進んで支払う気持ちにさせたのだ。誇りと忍耐。自制心を高めるために誇りを使うという考え方が奇妙に思えるのはこの感情を持つ一見自己中心的な性質だけは唯一の理由ではない。一流のスポーツ選手のような人たちが誇りを持つには自分の技術水準を維持するための継続的な努力が必要となる。一方でそれ以外の多くの普通の人たちにとっての誇りとは単にある目的を果たしていることを示しているに過ぎない。ある人には何か特技があり人に言われなくてもそれを自認している。その場合さらに腕を上げるために懸命に努力する理由は全くない。エゴイストとか自慢屋だとみなされることが多いはずだ。誇りは高い自制心にと成功につながる。つまり美徳にもなりうるのだ。さあ前に向かって。実験手始めとしてこの能力にあまり関心なくさっさと実験を切り上げてしまいたいと思っているやる気のない参加集団を進めた。実験自体は単純なものであった。参加者にはまずコンピューターを使った作業を通じて視空間能力を検査し次に能力の向上具合を測定しながらスキルを磨くことができる視空間能力の2つ目の測定に取り組んでもらうと説明した。最初の作業は比較的楽だった。様々な 色の点の列がスクリーン上に短い時間表示されその後参加者は赤い点の数を報告する。この検査は参加者ができるだと思いつつもどの程度成功できたかについてあまり確信が持てないような難易度に設計した。2回目の視空間の作業は1回目とはかなり異なっていた。それはほとんどの人が面倒だと感じる頭に思い描いたイメージを回転させる作業を伴うものだったからである。この実験では3次元の図形が2つスクリーンに現れ参加者は次の3つの選択肢のどれかを選ばなくてはならない。1右の図形は左の図形を回転させたものである。2右の図形は左の図形を回転させたものではない。3実験をやめる。この作業はやりたいだけやればそれでいいと参加者に説明しておいた。ある人物が一つの能力を評価するテストを受け、次に継続的にその能力を向上して周りに示すチャンスを与えられる。残された問題は視空間能力に誇りを持ってもらう方法だった。そのため、誇りの感情の社会的側面を利用することにした。実験参加者の3分の1は何のフィードバックも与えず、3分の1では誇りを引き出すような意見を与え、残りの3分の1は特典に関する情報を教えたものの、褒めたりはしないことにした。参加者を1人ずつ部屋に呼んだとき、研究者は誇りを抱いた人に渡したものと同じ成績を渡したが、賞賛の言葉を口もにしなければ、態度にも一切出さなかった。自分の能力に誇りを感じている人は難しい心理的回転の作業にかなり能力を費やすようになっていた。視空間能力を伸ばすために誇りを抱いていない人に比べて 40% も時間を使ったのである。さらに興味深いのは自己効力感については、まるで忍耐の役に立てないような結果が出たことだった。滑りやすい坂道を避ける。他人を評価するときと同様に自分で自分の特徴を評価するときも同じようにハロー効果の影響を受けがちである。自分自身を第三者の立場という見晴らしの良い場所から眺める能力は誇りという感情を効果的に利用するためのもう一つのチャンスを与えてくれる。自分は現在抱いている誇りに敏感などとともにまだ感じていない誇りについてもそれを実感できるのを楽しみに待つことができるのである。これから誇りを持てるようになるという予測は実際に抱いている誇りと全く同じようにやる気を効果的に引き出す。実験で減量しようとしている人の前にケーキを一つ置いた。そして参加者の3分の1にはケーキを全く口にしないことで感じられる誇りについて考えて伝え、次の3分の1にはケーキを全て食べた場合に感じる後ろめたさについて考えて伝えた。そしてこれが重要だが残りの3分の1には何かを考えるようには一切はなかった。次に部屋を離れて参加者は好きなだけ食べられるようにした。そして彼らは席を立った後にそれぞれが食べた量を付け合わせに測定するため残されたケーキの量を測った。将来自分が抱くである誇りに意識を集中した人のいずれに4割がわずかでもケーキを口にすることを再拒否した。
後ろめたさについて考える言われたグループで 11% となった。何かを考えるようで一切言われなかったグループで 19%。 誇りを抱くことで予期していた人は平均してケーキを 1.2 オンスしか食べなかったが、後ろめたさについて考えるように言われたグループと何かを考えるようにと一切言われなかったグループの人はその2倍以上のケーキを食べていた。広がっていく感情の力、社交的であることが成功を呼ぶ。社会思考の感情が自制心を失うのは、自制心そのものの目的が強い社会的関係を持つことにあるからだ。こうした状態を作ることで他の人に利益を与えられるように行動しようとする意欲を高めることができる。道徳が配当を生む。協力という選択にメリットが生まれるのは、将来の利益が現実化した場合、関わる人間が正直であった場合だけだ。もし一部の人間が怠けたり騙したりして約束を守らなかった場合、協力関係が不安定になるだけでなく、さらに悪い事態にもなりうる。協力に関連するリスクと利益を簡単に確認するには、囚人のジレンマとして知られる有名なゲームに少し調整を加えればいい。このゲームの通常バージョンでは、二人の犯人が個別に尋問を受けている間、目標を貫くか、パートナーを裏切るかのいずれかを決断する。ゲームを育てる意図形という観点と構成し直しても同じルールができる。二人の人間がある商品を製造するとする。そこでお互いにリソースを投入して力を合わせて働くことを選んだ場合、この商品を売ってそれぞれ300ドルの利益が手に入る。一方、二人が競争することを選ぶなら、それぞれ追加のリソースが必要になるので、一人100ドルの利益にとどまる。しかし片方が不正な形での競争、つまり相手に協力を約束するが、共同資産を利用して途中で独立してしまうという行動を選ぶなら、この人のは500ドル獲得して協力を選んだもう片方は全く収入を得られない。利己的に振る舞う人間は最初の段階では利益を伸ばしていた。しかし結局のところ人生の終わりには、ゆっくりとだが確実に進んできた協力を選ぶ者よりも総利益は少なくなった。しばらくすると自分勝手であると悪評が立ち始め、誰も友人になったり一緒に働いたり何かしらの形で助けようという気を起こさなくなり、結局は成功するための能力が衰退する。社会的なやり抜く力、既得意識はやり抜く力を与えてくる。しかも何の苦労も伴わずである。 STEM の分野で研究や労働に従事している女性の多くは、伝統的に男性優位のこの業界は非友好的で、時に自分が阻害されていると感じることがあると訴えている。こうした主張の妥当性を検証するため、男女合わせて150人の現役エンジニアに協力を依頼し、大学で工学を専攻する新入生女子150人を相手に1年にわたって指導者を務めてもらった。女性の指導者に担当してもらった学生は、男性の指導者に担当してもらった学生よりも工学専攻の中退率が低くなる傾向があった。さらに最終的に学生が学業で成功する可能性を高める最大の要因の一つは、自分の指導者と一緒に働くことで生まれた帰属意識の向上にあった。帰属意識と他の人による温かい支援が難しいことに直面した際のやる気と忍耐力を向上させたのである。外への広がり、手を高く掲げると伸びていく。社会的な感情には外に向かって拡散する力がある。感謝、思いやり、誇りを感じ、その気持ちを表現することは周囲の人々の感情に大きな影響を与え、人々をより協力的かつ誠実で勤勉にする。さらに集団全体のストレスのレベルを下げ、幸福感を高めることができる。与えたいという願望、アメリカ全国を代表するよう抽出した試験者たちに、個人的資質と社会思考の資質のそれぞれにどのぐらい使ったか質問した。個人的資質とは、自分のために買い物をしたり請求書の支払いやそれ以外の個人的資質に当てたりするお金である。社会思考の資質とは、他人への贈り物やあるいは慈善活動への寄付などのことである。被験者にはさらに、普段あなたはどれぐらい幸せを感じていますかという質問をした。すると明確な結果が出た。社会思考の人質が多い人の方が幸福度が高かったのである。社会思考の強い人は一般に幸福度が高いのかもしれない。幸せな人が一般に取りがちな行動に過ぎないのかもしれないからだ。この疑問に対処するため、数日間の間、朝の時間に公共の場所で人々に近づいてどれぐらい幸せを感じているか尋ねた。そして次に質問を受けた人たちの予想を裏切る行動に出る。彼らに5ドルか20ドルのどちらかを手渡し、教授にこのお金を使ってほしいと申しているのだ。ただし自分のためにか他の人のためにというどちらかの条件をつけて、その晩お金を渡した人たちと連絡を取り、自分がどれぐらい幸せを感じているか再び尋ねてみた。すると前の実験と同様に、お金を他人のために使った人の方が満足度が高いことが分かった。
興味深いことに他人に使ったお金の額は重要ではなく、5ドルでも20ドルでも幸福度に変わりはなかった。つまり与えるという行為それ自体が満足をもたらしたのである。個から集団へ社会的成功を流す気候変動、崩壊しつつあるインフラ、医療問題をはじめとする厄介な問題は全て異次元間選択の異次元まである。こうした問題の解決策にはより良い未来の道を開くために短期的な犠牲を受け入れることが含まれる。しかしこうした問題の解決をとりわけ難しくしているのは、私たちがすぐに払わなければならない目の前の犠牲と、工事によっておそらくごく小さくしか見えない未来の利益を結びつけて考えるのが難しいからだろう。大勢の心が一人の心よりも悪い結果を生む場合、単純な事実が個人的な決断の時と全く同じ形で不適切な政策決定につながってしまうかもしれない。前にアメリカに景気後退が訪れた時、人々は何を差し置いても貯金を優先した。しかしインフラメンテナンスの先延ばしは一見お金の節約につながるように見えるかもしれないが、実は全く反対の効果になる可能性がある。ネバダ州交通局は週間高速道路80号線の10マイル区間を補修するためには約600万ドルの費用がかかると推定した。しかし2年間補修作業の開始を遅らせると道路の劣化が続くことで費用は300万ドル増えてしまう。景気後退期の間であれば失業率が高い上に設備の生産能力が余っていたのだから、労働コストも物品コストも非常に安い水準に抑えられた。それなのに追加の景気刺激策はほとんどされなかった。国民は未来に不安を抱き、自らも、そして支持する政治家たちも、とりあえず資産の温存することで現在に意識を収集してしまったがために、結果として未来をに実現してみんなで共有されることになる大きな利益を封印したのである。以上のようにかなり感情の部分が将来の成功に対してすごい影響を受け入るってことが私には理解できたので、こちらの本はより細かいことが載ってはいるんですけど、その中からだいぶ贅肉をそぎ落として表現して私はこうやって読み上げていったので、もしかしたら本を読むのに時間かかってしまう人にとっては私のこういうアウトプットのやり方はためになるんじゃないかなと思っています。まあ、普段読書しない人向けの動画になるかもしれませんが、それでも少しでも役に立ったら嬉しいですね。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。